こんにちは。今回はスワン糸で雪の結晶を作りたいと思います。はい、こんな感じですね。クリスマスのオーナメントやツリーの飾りに使っていただけたらと思います。スワン糸は太くて、そしてこう張りがありますので、この形がねキープできて、はい、いいと思いますので、よかったら編んでくださいね。で、大きく編めますので、とても存在感があると思います。以前にこの編み方で、レース糸を使って、ピアスを編んでいます。はい、そちらの方もよかったらまた見てください。はい、小さいのはねとても可愛いですし、大きいのは大きいので、はい、可愛いと思います。はい、そしたら材料です。はい、スワン糸を使うんですけれど、こちらの方は白、真っ白ですね。編み目が白飛びをして見にくいかと思いますので、はい、この色、これはオフホワイトになります。こちらね、はい、オフホワイトです。こちらの方を使って説明していきます。そしてこれ少し小さいんですけどね、こちらよりね、はい、目数の方がちょっと違います。ここの、ね、目数が違いますので、はい、これを調節するとこう小さく編めたり、もう少し、ね、大きくすることもできると思います。真っ白が、ね、あればその方が、雪の、ね、結晶らしく見えると思います。それと針がいりますね。はい、こちらは専用の針ではないんですけれど、刺し針という針を加工してあります。縫い針なので先が尖っていました。そこを少しカットをして、ヤスリをかけて痛くないようにしています。はい、こういう形の針ですね。それかこの、とじ針ですね、毛糸を、始末する時の針ですね。こちらの方もこの穴が大きくって、ここにスワン糸が入れば、大丈夫ですので、こういうの針でも、代用することができます。ちょっと短いのでね、何度かこう押しやりながらねする形になります。そして、かぎ針の方がいります。こちらの方ね、今日は、これ2号です。はい、この穴にね入る、ここの穴に入る太さのかぎ針がいります。はい、そしたら編み図で説明していきます。はい、使う記号です。はい、DS というのがダブルステッチのことで、このすべてを、編んでいる、編み方になります。そして P がピコットです。このここのね飾りの部分とか、こういうつなぎのところに使う編み方をピコットと言います。そしてジョイントですね。この2本線、これがジョイントの記号になります。ちょっと記号解じゃないですけどね、はい、ジョイントですね、つなぐ編み方です。そしてリングというのが輪っかにすることですね。輪っかにすることをリングと言います。そしてここに黒い点がありますけれど、これが結ぶ、はい、一つ結び目を作ることを、はい、この点で表しています。はい、そしたらここから編み始めていきます。針に糸を通して、糸端の方は80センチぐらい、はい、出しておきます。そしてダブルステッチをまず2回編みます。そしてピコットを1回、そして、ダブルステッチを6回編みます。ピコットを作ると1回ダブルステッチができていますので、残りここを編むことになります。そしてここは飾りのピコットを作ります。はい、大きめのピコットですけれど、この3つのうちのこの真ん中を特に大きくします。はい、3つを、大きめのピコットを作って、そしてこちらの方へ行きますね。6回ダブルステッチを編んだら、はい、ピコットを1回作って、はい、2回ダブルステッチを編んで、リングにします。ね、輪っかにして、はい、1つ結び目を作ります。でそのままこちらの方へ行きます。はい、2回ダブルステッチを編んだら、ここでつなぎますね。はい、前の、このね、1番のピコットとここでつなぎます。そして6回、ダブルステッチを編んだら、ここで大きめのピコットを3つ作って、6回ダブルステッチを編んでピコットを作って、2回ダブルステッチを編んでリングにして結び目を作ります。この編み方をここまでしますね。で6番、ここに来たら2回ダブルステッチを編んでここでつなぎますね。そして6回ダブルステッチを編んだらピコットを3つ作って、6回ダブルステッチを編んだらここでピコットとつなぎます。そして残りのダブルステッチを2回編んでからリングにします。そして結び目を作って、最初の1番の編み始めのところとつないで、裏側で結んで仕上げるという形になります。はい、そしたら実際にやっていきます。針に通しますけれど、
こういう形でこうグツグツっとして通してやると通しやすいと思います。こういう感じですね。そしてこの糸端の方は80センチぐらいね、引き出しておきます。そしたらここから編み始めていきます。指にこのようにかけますね。こう持って人差し指にこうかけて下からすくいます。指を離します。反対側です。こう糸をかけて後ろ側から針を入れて結び目を作ります。これがダブルステッチの1目になります。これを2回編みます。前からと後ろからと作っていきますね。これで2回ダブルステッチができました。そしてピコットを1つ作ります。ここのピコットはつなぎのピコットなので、あまり大きなピコットにしなくても大丈夫です。このぐらいね。ピコットを作ると1つダブルステッチが編めていますので、残り5回ダブルステッチを編みます。1、2、3、4、5、5回ダブルステッチを編んだらピコットを作ります。ここは飾りのピコットなので大きめのピコットを作ります。このぐらいを1つ作ったら、これよりさらに大きいピコットを作ります。そしてこのピコットと同じぐらい、これね、これの方が大きいですね。これと同じぐらいのピコットを作ります。3つピコットを作ったら、次は6回ダブルステッチを編むんですけれど、ここにすでに1回できていますので残り5回編みます。1、2、3、4、5、6、6回ダブルステッチを編んだらピコットを1回です。ここのピコットもつなぎのピコットなので小さめにしておきます。もう1回ダブルステッチを編みます。これで花びらの1枚分が、針に、結びつけたことになります。これをリングにします。ここを緩めて、そして全部抜いていきます。全部引っ張ってしまわずに、ここに下からすくって引き締めます。こういう形で輪っかにしますね。そしたら結び目を作ります。この糸の上にこちらの糸を渡して、下から針を入れて結び目を作ります。そしてこちら側を引っ張ります。そしたらここがでなんかこうくるっとなったような感覚がありますので、こちら側を引っ張ったら、このリングがまだ動く状態になっています。こういう形にしたら次のところへ行きます。針をここに当てて2回ダブルステッチを編みます。1、2、2回ダブルステッチを編んだら、このピコットとつなぎます。かぎ針を、ピコットの上から入れて糸を取ってきます。糸を引き出してきて、そのまま、針の方へ移します。これでつないだことになります。ダブルステッチを6回編みます。このつないだ時の目は、1目と数えませんので、6回ダブルステッチを編みます。1、2、3、4、5、6、6回ダブルステッチを編んだらピコットを作ります。ここは大きめのピコットですね。1つ、そしてこのピコットでさらに大きいピコットを作って、もう一つピコットを作ります。こういう形ですね。ダブルステッチを6回編みます。これがすでに1回編めていますので残り5回編みます。1、2、3、4、5、ダブルステッチを全部で6目編んだらピコットを1回、そしてダブルステッチを、2回なんですけれど、ピコットのダブルステッチと入れて2回ダブルステッチを編みました。
これを輪っかにします。ここの輪っかの中に下から針を入れて引っ張ってリングにします。こういう形になりますね。この糸の上にこちら側の糸を乗せて、そして下から通して結び目を作ります。そしてこちら側を引っ張ってこうぐるっと動かすようにしますね、はい、これで2つ目の、はい、輪っかができました。はい、同じことをしていきます。2回ダブルテッチを編んだらピコットとつなぎます。で6回ダブルステッチですね。1、2、3、4、5、6、はい、3回ピコットです。はい、そして6回ダブルステッチを編みますね。はい、ここ1回できてますので残りここをダブルステッチを編みます。1、2、3、4、5、6、はい、6回ダブルステッチを編んだらピコットを1回です。小さめのピコットを編みます。はい、残りのダブルステッチ1回編んだらこれを抜いて輪っかにします。はい、下から針を入れて引っ張ってね、輪っかにします。はい、こういう形になりますね。上に渡して下からすくって、はい、輪を締めますね。こちら側を引っ張って輪を締めます。はい、同じことをあと2回同じことをします。はい、4つ目の輪っかを作ってちょっとこの針でしてたんですけれど、はい、こちらとじ針の方でもちょっとねやってみたいと思います。はい、これもねこう針通すのをこういう風に通すと通りますね。はい、今結び目をこう作ったところになっていますので、次 の, このリングをね作るところですね。針をちょっとね短いのでやりにくいですけれど、ここに当ててですね、ここに当てて、はい、1、2、2回ダブルステッチを編んだらここをつなぎますね。で次が6ダブルステッチを編むんですけれど、針がね短いですので、はい、こう押し出しながらねするようになります。1、2、3、4、5、6ですね。はい、ここからピコットを作るんですけれども、針がこう全然足りないのでもうこう抜きながらね後ろへこう後ろへやりながら針をこう出すようにしますね。はい、できるだけ抜いてしまうとやりにくくなるので、針に目が残った状態の方がやりやすいと思います。はい、ピコットを作るところですね。大きめのピコットを1つ、はい、これより大きいピコットを、はい、もう1つピコット、3つピコットを作りますね。はい、そしてここからまた、はい、6回、ダブルステッチを編みますので、ちょっとこうね後ろへ押し出すようにして、そしてここに6回ダブルステッチを編みます。これが1ですね。2、3、4、5、6、はい、6編んだら
を1回1でもう1回ダブルステッチ、はい、2ですね、2ダブルステッチ、そしてこれを輪っかにします。これで全部抜いてですね、これでずっと引っ張っていって、下から入れて輪っかにします。こうですね、はい、そしてこの糸の上に乗せて下からすくって結び目を作ります。こちら側を引っ張ります。はい、こんな感じですね、はい、あと1枚、花びらを作ることになります。そしてちょっと貼り替えますね。こういう感じでね、とじ針でも代用して、できますので、ちょっとやってみようかなっていう感じの時はこのね針でやってみてください。ちょっと針戻します。はい、最後になりますね。ここに針を当てて、この辺が邪魔になるようでしたら向こう側へ折り込んでやったらいいと思います。はい、ここに当てて1、2、2編んだらつなぎますね。そして6ダブルステッチです。1、2、3、4、5、6、はい、6ダブルステッチを編んだらピコットです。1回、2回、3回ピコットを作ります。はい、そして6回ダブルステッチですね。これが1、2、3、4、5、6、はい、6ダブルステッチを編んだら最初のこれが1枚目ですね。ここのこのピコットとつなぐようになります。でこのままではつなぐことができませんので、これを一度抜きます。抜きます。そして、全部抜いてしまわずにこの輪っかの状態で置いておきます。これね、今からまた通しますので、この状態にして、はい、形を整えます。はい、このようになってますね。でここにもう1枚、これがこういう風になりますね。はい、そしてここのピコット、これとつなぐ、このピコットとつなぎますので、こういう風に持ってこのピコットの下に糸が入るようにします。これは今からつなぐ方ね、こういう形になりますね。はい、そしたらここに針を当てて上からかぎ針を入れて糸を引き出してきて、はい、針の方に移してピコットとつなぎます。はい、こういう感じにします。はい、残りの、ダブルステッチを2回編みます。1、2、はい、これね、これが今2回編んだダブルステッチです。はい、これをまずここまで抜きます。はい、そしてここね、留めておいたこの輪っかの下から針を入れて糸を締めてリングにします。こういう感じ、はい、絞ってこの糸の上に乗せて後ろから入れて、こちらを引っ張って結ぶようにします。はい、これで、ほとんど出来上がりなんですけれど、ここが
ね、開いた状態になっていますので、これが1枚目ですね。これのここら辺の結び目入るところでいいですので、ここに上から後ろへ入れて裏へ出すことになりますね。今こちら側が表です。このピコットの下のこのコブですね、これがある方が表になります。裏を向けるとピコットのところがつるんとした状態になっていますね、はい、こちら側が表になります、はい、あとこの糸の始末をします、はい、結ぶ分だけ残したら糸をカットします、はい、そして今この針についてた方は後ろにやりましたけれど、これがまだ前に残った状態なので、ここへかぎ針を入れて後ろへ出しますね、はい、これで裏側の方に2本とも糸が出ましたので、これとこれと結びます。ギュッと結んでこういう形にします。そしたら、はい、5ミリぐらい残してカットをします。スワン糸の糸始末はこの切り口がほつれてこないようにライターで焼くという方法を取ります。焼いて端を押さえておきます、はい、反対側のここですね、これもこういう風になってますので、焼いてそして押さえておきます、はい、こんな感じ、はい、そしたらこれで出来上がりましたので形を整えます。なんとなくこうぐちゃぐちゃっとなってますので、こうね引っ張ってあげてこういう風にして形を整えます。そしてこのピコットの方も真ん中を大きく、端をちょっと小さくという風に形をね、はい、戻してあげます。ちょっと緩んでいますのでね、こういう感じにして形を整えます、はい、こういう形で出来上がりになります、はい、この色もなんか落ち着いていい感じですね。これが白でしたもの、少し小さい感じですね。このリングをこう締める加減によって多少ね形が変わってきますね。そして最初にちょっとこの糸を80センチ取りましたけれど、ずいぶん残りましたので、80もいらないですよね。60センチぐらいで、はい、いけると思います。訂正します。糸端は60センチでいけると思います。ちょっと窓にね貼ったり、オーナメントとかガーランドなどにしてもいいと思います。次回もスワン糸で雪の結晶を別の模様をね作りたいと思いますので、組み合わせてねガーランドにしてもいいと思いますので、よかったら試してみてください、次回も楽しみにしていてください。はい、ありがとうございました。